鈴木山城は、静岡県静岡市青井区大井は、加護上、秋田府町にある日本の城石。市内を南北に流れる安倍川の左岸に沿うように伸びる、静畑山山頂にある。追記年代は、駿河の守護、今川のりが駿府に入った1411年、五郎とされるが、さらに古いとする意見もある。馬の世城の梅最上部に、本極林を構え、 矢倉台や土塁が配置されている。南北の尾根にも複数の車があり、狭い尾根筋には掘り切りを設けて遮断し、防御性を高めている。本局地のある山頂は、今川間の北西、今川市の菩提寺である臨在寺の真裏にあたり、爪の城であったとされている。紅葉軍艦等の資料では、か花や、老山の名で登場し、 武田信玄が駿河を侵攻した1568年の12月13日に武田勢に占拠されて落城。この時、武田側により一部回収が加えられた可能性が指摘されている。その後さらに1582年の徳川家康に勇婦の際に再び落城し廃城となったという。現在の静畑山は市街地にほど近いハイキングコースとなっており、 車や掘り切りなどの意向を見ることができる。県庁21階から見た静畑山。写真右側のピーク付近に定石がある。ありがとうございます。